じゃあ、ここから行きましょうか、名古屋高速。最短距離ではないですよね。ね、名古屋高速の分だったら、ひそっかでね、腹の分なんかね、尺ですからね。よし。一緒だ、いや、一緒だよな。こっちからのと向かうと。そんな感じで、ほぼほぼここは出てくる人が多いですね、東海インターは。これめちゃくちゃコスパがいいんでね、ここで降りていくのに、海の分、そう、トラッとできるんで、非常に多いんですよ。私も東海市行くときよく使う道ですけどね。そこから、この名古屋高速に入る道も初めてだ。はい、そうですね。あ、もうこのまま合流するんだ。料金じゃないか。気合いないでさ、今名古屋高速あれ、うん、
もう厄介ですね。名古屋高速が徐々にこの追い越し車線側から入ってきて出てくっていうパターンがあるんで。